ウィルフレッド・バデリーは、イギリス・ロンドン市内ブロムリー出身の男子テニス選手。1890年代のウィンブルドン選手権で、双子の弟であるハーバート・バデリーと共に、バデリー兄弟として活躍した。兄のウィルフレッドは、男子シングルスで3勝を挙げ、ハーバートと組んだ男子ダブルスでも4勝を記録した。ウィルフレッド・バデリーは1890年から、 ウィンブルドン選手権に出場をはじめ、1891年に男子シングルス、男子ダブルスのタンプ国間を獲得した。初期のウィンブルドン選手権は、競技方式が現在とは大きく異なり、チャレンジラウンドからオールカマーズファイナルの流れで優勝者を決定した。この方式の場合、自動的に決勝に進出できる前年優勝者が出場しなかった場合は、 チャレンジラウンドの決勝結果を優勝記録表に記載する。1891年の男子シングルスには大会前年優勝者のウィロビー・ハミルトンが出場しなかったためバデリーとジョシュア・ピムによるチャレンジラウンド決勝で優勝を争いバデリーがピムを6から4、1から6、7から5、6から0で破って優勝した。ウィリフレッドは弟のハーバートと組んだ男子ダブルスでも 決勝でアイルランドペアのピムとフランク・ストーカー組を破って初優勝を飾り、ウィリフレッドは単腹ともジョシュア・ピムを破って初優勝を達成した。ウィリフレッドの初優勝時の年齢は19歳5ヶ月23日であったが、これは1985年にボリス・ベッカーが17歳7ヶ月で優勝するまで94年間に渡り、 ウィンブルドン選手権男子シングルスの最年少優勝記録であった。その後、ウィルフレットは1894年までジョシュア・ピムと4年連続の決勝対決をした。ウィルフレットは1892年にタイトルを防衛したが、1893年の決勝でピムにタイトルを明け渡す。チャレンジラウンドに戻ったウィフレッドは、1894年に挑戦者資格を得るが、 この決勝でもピムに敗れた。この大会を最後にピムがウィンブルドン選手権を引退したため、1895年はチャレンジラウンド決勝で優勝を争った。バデリーはウィルバーフォース・イーブズを4から6、2から6、8から6、6から2、6から3のフルセットで破り、3年ぶり3度目の優勝を決めた。しかし、 1896年のオールカマーズファイナルで、バデリーは、アイルランドのハロルド・マホニーに2から6、8から6、7から5、6から8、3から6で敗れて、タイトルを失う。1897年のチャレンジラウンドで、バデリーは準決勝で、レジナルド・ドハティに3から6、0から6、3から6のストレートで完敗し、ここで連続決勝進出記録が途絶えた。 ウィリフレットとハーバートのバデリー兄弟は男子ダブルスで1891年に初優勝した後1894年から1896年まで3連覇を達成し通算4勝を挙げた1897年の男子ダブルス決勝でバデリー兄弟組はレジナルド・ドハティとローレンス・ドハティのドハティ兄弟組に4から6、6から4、6から8 4から6で敗れ、ウィリフレッドは単クともレジナルドに敗れた。バデリー兄弟は2人とも1897年を最後にウィンブルドン選手権を引退した。こうしてバデリー兄弟の時代が終わり、レジナルドとローレンスのドハティ兄弟の時代が始まった。ウィンブルドン選手権から引退した後、バデリー兄弟は2人ともフランスに住み、 ウィリフレッドは1929年1月24日にフランスマントンにて57歳で死去した。初期のウィンブルドン選手権では3組の兄弟テニス選手が顕著な活躍を見せた。1880年代をリードしたウィリアムとアーネストの連勝兄弟、ウィリフレッドとハーバートのバデリー兄弟、レジナルド・トローレンスのドハティ兄弟である。兄弟とバデリー兄弟は 双子の兄弟としてテニスの歴史に大きな足跡を残した。ウィリフレット・バデリーは2013年に国際テニス伝道入りを果たした。ありがとうございます。